鈴木雄二は日本のハンググライダー競技選手。2019年の世界選手権では日本人では1位であり、歴代2番目となる12位入賞を果たした。また、2020年の4月、ハンググライダー選手の世界ランキングであるシベル、ワールドランキングシステムにて日本人では歴代1番目となる12位にランクインした。世界の競技選手と比較すると体格が小さく不利で、 あるが、目の良さを生かした周囲の状況判断、徹底した自己分析による安定感重視のスタイルを得意としている。その他、VR を用いた体験イベントを開催したり、YouTube に、空でこれやってみたシリーズの動画を投稿したりするなど、空の伝道師として、スカイスポーツの普及活動も行っている。東京都秋島市出身、東京農工大学工学部機械システム、 工学科卒業。血液型は A 型。趣味はダンス、裏道探し。特技は木登り。好きなものはミスター・チルドレン、クイーン、天空の白ラピュータ、踊る、ダイソー写ンなど。好きな食べ物はスルメ、おろしポン酢、カレー。好きな言葉は好きこそものの上手なれ。目標はハンググライダーをメジャースポーツにすることと。 世界選手権でメダルを獲得すること。小学校時代、水泳を習っており、ソフトボールクラブにも入っていた。空を飛ぶ夢をよく見ていたことや、天空の城ラピュタ、風の谷のナウシカからインスピレーションを得たことなどが、きっかけで将来空を飛ぶことを決めた。中学校、高校時代、兄や友人の影響でバスケットボール部に入部。中学校時代、テレビで、 スカイダイビングの番組を見たことでインストラクターになりたいと思った。高校3年生の時、玉川の河川敷でパラグライダーの練習をしている人と出会い、話を聞くうちにパラグライダーをやりたいと思うようになった。その後、パラグライダーについて調べていた際にハンググライダーを発見。天空のシロラペタのタコや風の谷のナウシカの名ベにより近く、 自身のイメージにぴったりだと感じたことから、ハンググライダーサークルのある大学に入ろうと決意。行きたい学科や国立であることも踏まえて選択した東京農工大学に入学し、ハンググライダーを始めた。大学1年生でライセンスを取得。その後は、他大学の先輩の活躍がきっかけとなり、自身も大学2年の8月に行われた池田山カップに初出場。 出場者60から70人のうち13位という高成績を収め、それ以降国内シリーズ戦に出場するようになった。2回目に出場した大会は石川県で行われたデッサントバードマンカップ四宿であり、ゴールしたことでより総競技大会にのめり込むこととなった。その後、他大学の先輩がハンググライダーの鍛錬を目的とした休学をすることを受け、自身も 大学2年生の終わりから1年間休学。主に国内での練習を行っていたが、最後の3ヶ月でオーストラリアの大会に4つ出場。初参加となる海外の大会で 180km もの長距離を飛びゴールしたことで、世界的な大会でも戦えるという感触を得た。2006年、学生最後の年に行われた。 プレ世界選手権で上位30位以内である29位に入ったことにより世界選手権の出場権を獲得。2007年、社会人1年目の年にアメリカで行われた世界選手権に初出場したが82位という不本意な結果となった。ハンググライディング日本選手権で6位、X マスカップで1位。2008年、ハンググライディング 日本選手権で9位、木の川スカイグランプリで4位、板敷スプリングフライトで2位。2009年、イーストジャパンチャンピオンシップで4位、X マスカップで3位。2010年、ハンググライディング日本選手権で3位、西富士ジャパンクラシックで4位、南洋スカイフェスティバルで2位。2011年、普及活動も行うために4年間働いた一般企業を退職。 世界選手権で27位、ハンググライディング、日本選手権で4位、木の川スカイグランプリで6位、池田山カップで6位。2012年、マイナースポーツのアスリート向けオーディション、マルハンワールドチャレンジャーズで準優勝したことで、資金面の懸念が減り、世界選手権に向けて準備を進めた。木の川スカイグランプリで3位、板敷スプリングフライトで5位。 池田山カップで4位。2013年、オーストラリアのフォーブスで行われた世界選手権に出場。11日間の開催期間のうち、6日目時点では11位まで成績を上げ、後半は腕の筋肉疲労も原因となり、調子を落とすも最終的に総合32位となり、自身では過去最高の成績を収めた。木の川スカイグランプリで2位。 2014年、ハンググライディング、日本選手権で9位。2015年、メキシコのバジェデブラボで行われた世界選手権に出場。上昇気流の強い場所と弱い場所が混在している、難しいエリアに苦戦を強いられたが、総合49位となった。9月27日から10月4日、インドネシアで行われた、テルモイカップ2015では、 世界選手権の難しい状況で粘った経験を活かし、1位となった。木の川スカイグランプリで2位、板敷スプリングフライトで3位、池田山カップで8位。2016年、国内シリーズ初戦で2位、国内シリーズ第2戦で2位。2017年、国内シリーズ第2戦で2位、国内シリーズ第6戦で1位。2018年、ハンググライディング。 日本選手権で4位、国内シリーズ第2戦で1位。2019年、世界選手権で12位。2020年、4月にハンググライダー選手の世界ランキングであるシベルワールドランキングシステムにて、日本人では歴代1番目となる12位にランクインした。国内シリーズ初戦で3位。 2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年。abcdefgh、鈴木ゆうじ .com。鈴木ゆうじ .com。2020年8月15日閲覧。ab、シベルワールドランキング。 CIVLRANKINGS.FAI.ORG 2020年8月19日閲覧後編憧れのあの大空へハンググライダー選手鈴木裕二の夢の続きアズリーナ2020年8月19日閲覧 AB ハンググライダーの魅力を伝えたいハンググライダー日本代表鈴木裕二ド級 生きる力探求マガジン冒険旅自然挑戦探求2020年8月19日閲覧 ABCD 鈴木雄二の夢の続き憧れのあの大空へアズリーナ2020年8月19日閲覧 AB プロフィール鈴木雄二スポーツファンディングアスリータヨール www.athleteyl.jp 2020年8月16日閲覧 abcdefghij ハングライダー鈴木雄二土級。生きる力探求マガジン冒険旅自然挑戦探求2020年8月16日閲覧 abcd 鈴木雄二さんハング,グライダーに打ち込む日々 アナザーライフ自分の物語を生きる。2020年8月19日閲覧。ABCDEFGHI ハンググライダー日本代表鈴木裕二さん栄光のメダルを目指して前編外遊びライフ2020年8月16日閲覧。情報公開明日 TV に出演します。鈴木裕二のハンググライダーの魅力を伝えたい。 2020年8月16日閲覧報告1本日 NHK に出演します NHK 杯輝け全日本大失敗選手権大会本日10時鈴木雄二のハンググライダーの魅力を伝えたい2020年8月16日閲覧ありがとうございます